はい、こんにちは。こんにちは。守るもんってさ、はい、ある。守るもの、うん、まああります。例えばどういうの？貯蓄。ああ、お金を守る。守りますもん。だってこれからどうなるか。溜め込んだ結構。株をやってるんで。すごいね。はい、もうわかんの？最初分からなかったんですけど、例えばその1週間で国会の中でどういう議案が通るのかな、今回の法案とか、そういうの実は調べられるんですよ。そうするとこの議案が通るということは、これに関連するなんか株動くんじゃないかなとか。すごいね。そう、6年ぐらい前に人に勧められて、そしたらハマっちゃって、でも今塩漬けにしてあるんですけど、ちょっとね、でも。塩漬けね。塩漬け。そう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 。もう年がわかるよな。なんで？いや、株の用語ね。株用語で、そうそう、塩漬けって言うんですけど。いやいや、若い子が塩漬けって、いや、言うかもわかんないけど、お前すんなり塩漬けって出てくるからさ。まあそうですよね。まあ昭和世代なんで。いや、でもね、貯蓄とね、運用はね、まあ、裏切らないしね、絶対。まあ確かに。そうそうそう。で、勝ってんの？はい。勝ってんの？そうなんですよ。じゃあお前アメリカ行くとき飛行機代自腹だった。ああ、そっか、格安航空券でね。そうですよね。まあ守るといえば、はい、ゴールデングラブ。あ、ゴールデングラブ賞発表になったでしょ。なりました、なりました。今年の、はい。ね。うん。じゃあどっちから行くの？セリーグから行きます。セ・リーグのゴールデングラブ賞、まずは投手、阪神の西勇輝投手です。初受賞。そしてキャッチャー、ずらっといっていいですか、梅野選手、2年連続2度目、でファースト、ロペス選手、4年連続5度目、セカンド、菊池選手、7年連続7度目。そしてサード、高橋周平選手、初受賞なんですよね。そしてショートは坂本選手、2年ぶり3度目。で、外野手は、丸選手、7年連続7度目。鈴木誠也選手、2年ぶり3度目。そして大島選手、2年連続7度目。どうですか、この。まあ、悪くはないけど、規定があるんでしょ？あ、そうなんです。私知らなかったんですけれども、ね、実は。はい。やっぱりちゃんとした規定を持って、やってるよね。はい、そうなんです。投手はですね、まず規定投球回143回以上に投球していること、またはチームの試合数の3分の1だ、48試合以上に登板していること、だからまあそれは先発と中継ぎにもチャンスがあるよということだよね。そうですね、はい、そして捕手なんですけれども、これはチームの試合数の半分ですね、72試合以上でキャッチャーとして出場していること。そりゃそうだよね。そうですね。キャッチャーとしてなんて、キャッチャーのダイヤモンドグラブ取れない。だってほら、ゴールデングラブなの、ダイヤモンドグラブ。ゴールデングラブ賞です。ゴールデングラブなの。そう。ダイヤモンドグラブ賞の時もあったんだけど。あ、ダイヤモンドグラブ賞っていうのも。まあ昔、まあ名称があったのね、ゴールデングラブ賞。まあ相当前だけど。ほら、よくコンバートする選手、安部選手みたいにキャッチャーと一塁とか、そういう場合は。やっぱまあだからこの規定に達してたら対象になるということじゃないということですね。内野手はチームの試合数のこれまた半分以上ですね、72試合以上で一つのポジションについていること。まあそうだよね。それはもうあちこちつかされたらたまんないと思う。今日前ショート、今日前ファーストみたいなね。で、外野手はこれもそうですね、チームの試合数の半分以上、72試合以上で外野手として出場していることです。いやまあピッチャーからいくとさ、西。まあ印象的なのは丸のセーフティーバントを一塁に取れたよね。がっくりした。がっくりした。あれを見るとさ、ゴールデングラブでいいのかって思う人もいるかもわかんないけど、でもね確かにね西はねうまい、俊敏。さばき。うん。へえ。あれがね人工芝じゃなかったらね、おそらく丸のセーフティーバントはもっといい線いってたと思うんですよ。アウトになってたから。それなぜかというと人工芝で踏ん張りきれないんだよね、ピッチャーって意表つかれると。あ、そうなんですね。だからそういう印象は俺の中ではあるけども、はい、まあでも基本的にはうまいよね、西投手。でもクライマックスで、横浜に投げた時に DNA に投げた時に、ピッチャーライナー足に食らってんだよ、はい、だからそれ立て続けだったからさ西でいいのかみたいな、そんなのはあるけども、でもトータル的に見れば、本当にうまい選手だよね。ああ、そうですよね。うまい選手でキャッチャー梅野、はい、梅ちゃんと相澤が俺競り合ったと思うんだよ。よね。だけど梅ちゃんでも、梅ちゃんはストッパーというか、あれもうまいしね。で盗塁阻止率もいいんだよ。だからそういう意味ではすごく今年本当に頑張った。ベストナインはどうなるかわからないけども、ゴールデングラブ賞取れて本当に梅ちゃん頑張ったなっていうふうに思うよね。いいですね。でね、またこの2人阪神でバッテリー組んでるじゃないですか。でコメントでお互いに2人で取れたのがすごい嬉しかったっていうふうに、同じチームでって2人が同じコメントしてたのかな。やっぱり信頼関係できてるんだな。まあ信頼関係はあるだよね。そうですね。あるある。でファースト。はい。ロペスね。4年連続5度目。日本記録作ったからね。すごいですね。でも日本記録が途切れた途端にボロ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 やり始めたんだよ。なんですかねそれもまた。気持ちが切れたんじゃない。でもね、俺ロペスが取るのはいいんだけど。はい。この中に岡本が入ってないでしょ。あ、確かに。岡本って3つのポジションこなすんだよ。サードやったりファーストやったり、たまーにレフト行ったりだと。だからちょっとかわいそうだよね。岡本って結構堅実でうまいプレーなの。はい、だから、なんかすごくそのポジションこなせますよっていうふうに思うかもわかんないけど、でも賞になってくるとさ、規定があってそれを満たさなきゃいけないっていうことを考えると。岡本なんか損したなっていうふうに思うよね。そうですよね。なんかでこう固定できないものかなって。ああ、まあチーム事情だからな、これはしょうがないよね。だからまあロペス、まあ日本記録保持者だから、まあそれはそれで良かったなと思うけど、なんかこうポッと岡本の名前が出てくるんだよね。セカンド。ここはね。菊池な、この牙城を誰が崩すのかなと思うと。なかなかいないですね。7年連続ですもん。だから、まあ、各球団セカンドにいろいろこう困ってて、DNA も変わるし、まあ、中日が阿部っていうのがやっと今年から固定になってきてみたいな。だから山田しかいないんだよね、今のところね。ヤクルトの競争ね。でも菊池の守備ってやっぱこう芸術品というかさ、綺麗ですよね。猿だからな、猿。猿みたいだね。もう動作が。広島の選手って本当守備うまい選手多いですよね。うまくなった。あ、うまくなったんですね。昔は下手だった。あ、そうなんですか。豊川さん現役の頃の。下手くそだった。誰ですか。誰がいました。雑だったというかさ。あ、そうだったんですね。やっぱね、球場がね。やっぱ整備も行き届いてないというか、イレギュラーも多かったというか、まあそういうのであんまりうまくならなかったよね。じゃあでも今はねすごく丁寧になってる、広島の選手たちが。だから守備さえ良ければ優勝できるのにっていう年代もあったわけよ。でもエラーが多いからそれが失点につながり優勝できなかったっていう年をこう繰り返してたんだけど、やっぱ菊池が入ったりとか田中康介が入ったりとかして。センターラインが固まり守備が上手くなったから、やっぱ安定して強くなったというね。だから菊池の力っていうのはすごく大きいと思う。そうですね。はい。そしてサードは中日の高橋周平選手初受賞です。これ下手くそだと思ってるから。いやお前読み上げるときにさ、周平のところでさ、高橋周平みたいなクエスチョンマークついたの。いや、ようやくだなって。ようやくだなじゃねえんだ。思ってました。高橋周平うまいから。何気に。あ、そうなんですね。やっとですね、でも。まあやっとっていうか、やっとなんていうの、ポジションが確定されたというか、それまでセカンドやったりだとか、いろんなポジションもちょっと回ってたんだよね。で今年はなんかこうほとんどサード固定というか、まあそういうので使われたから、やっとこう落ち着いてできるようになったんじゃないの。だから周平ってなんかこう泥臭いとかさ、どんくさいっていうイメージがあるかもわかんないけど、周平実はうまいから。なんか雰囲気がね可愛らしい感じをしてるから、ちょっとなんか動作がゆっくりなのかなとか。いやいやそんなことない。いやまあ俊敏ではないけど確実性はある。うまいよ。そうなんですね。あ、ちょっと来シーズンそのあたりちゃんと見ます。だから周平が今年パシッと決まったから来季に向けて強くなっていくって。おー、楽しみ。そしてもうショートは巨人の坂本選手。これ2年ぶりなんだね。2年ぶりなんですね。ということは田中康介が取ってたんだね。そうですね。でもまあ今年はもう攻守ともに頑張ったし。文句なしですね。まあ文句ないな。そうですね。キャプテンもしながら。だってライバルがいなかったし、ライバルすら。他にショートでだってヤクルトはいない、コロコロ変わる、まあ強打はうまいかな、強打はうまいけどもまだ坂本の域には達してないという、で阪神もコロコロ変わるはい、で今年広島はダメだったっていう、で大和もちょっとエラーが増えたしね、うん、だからそういう意味ではもう坂本で文句ないと思うね。そうですね、はい、さあそして外野手は、丸選手、はい、7連続です。うまいよね、文句ないよね。文句ないですよね。そうですよね、うん、そして広島からは鈴木誠也選手、2年ぶり3度目、肩が魅力だね、鈴木選手の。まあ確かに足も速いから守備範囲も広いよ。ただやっぱ取ってからのこう肩、一塁ランナーがサードまで行けないというか止まっちゃうというのはもう鈴木の肩だもんね。ですよね。そこでだからワンヒットで2つのベースを与えないというのが鈴木誠也の持ち味だよね。ですね。だから本当に魅力あるし頑張ってるなって思うもんね。そしてもう一人の外野選手は中日の大島選手、2年連続7度目。まあ安定だよね。円熟期というか。ああ、そうですね。もう年齢的にも。だから足も速いしね。はい。だから守備範囲もそれに伴って広いし。でましてやその名古屋ドームで広いじゃない球場が、だから彼の足が魅力になってくるよね。ですよね、外野手としてのね、じゃあ今回このセ・リーグのゴールデングラブ賞を見ても豊さんは特にまあ納得だよ。納得で納得だけど、ピッチャーって数多いじゃない、その中から他にいなかったかなっていうこともあるし、でも西はうまいのは認めてるし、で岡本がちょっとかわいそうかなっていうのは思ったよね。そうですね。いろんなポジションやるだけに守備が評価されてないという、まあ評価はしてるんだろうけども、対象から外れてるという、でも1票バティスタに入れたやつがいるんだよ。それバティスタをお前入れるみたいな。誰かこれ記者投票なんだよね。そうです。なんですかこれ、仲良かった？仲いいがふざけてるのか、もうそれだったらもうそういう投票したやつはそういう権利を剥奪しなきゃダメだよ。名前書いてないんですか？だって一生懸命さ1年間戦ったね選手たちをゴールデングラブ賞ってこれ名誉ある賞だよに選ぶのにバティスタ入れたやつは出てこいって。いやそうですよね。どこの記者さんですかねこれ。いや本当にねこれはがっかりした。そうですよね。今もし見てる記者さんであればぜひコメントにね入れてほしいですね。私ですっていう。そうだよね。ちょっとここに出てほしいよね。そうですね。締め上げたるわ。もしか仮面かぶってでもいいから。いや仮面なんかかぶらない。仮面かぶして出させてやる。いや本当に。やっぱ権利を持ってるわけだから、ちゃんと真剣に見とかないとさ。そうですね。それは投票する責任を感じて、まあ投票してほしいと思います。はい。ね。